今日から正式に陸上部への入部が許可されました。次かよっしゃでも次また問題起こしたら2人とも退部だから。はい、ボーキー、ボーキー、お前何見てんだよ。部活っていいな。嘘だろお前。いや、学生っつったら部活でしょ。もうお前がやりたい。俺だって青春したい。何部？今日は体育測っていきます。あ、なんか部活らしくなってきた。はい、あっちに移動して、あっち。やっぱなんかワクワクしてきた。部活入ってそうそういきなりトップのやつでやるんだ。オンユーマーク、セット。すぎんだ。しかも息すら切れてないし。お前ら早くコートから出ろ。あ？なんでてめえなんかにそんなこと言われる。後ろが待ってる。あれ？あのキャプテン。ちょっと早くだと調子こきやって。まあ俺はあのキャプテンをぶち抜ける自信しかないけど。まあ知ってるし、みんなで体感でゴリラだよ。じゃあ俺こっちだ。ブッカツでしょ。コートから出ろ。なんで起こさねえんだよ。あ、すまん。俺ラスト用事あって。いいよ。学校の問題質問は一番いい部活か。部活入って俺たちもう変わっただとか。寒いんだよ、クズどもが。はーい。いいから。あ、来い。やれんのか。なんか速くなってねえか。走ってるだけだしな。言うてちょっと速くなっただけで。そうか。部活行こうぜ。すまん、俺今日用事あるからいいよ。てか聞いてくれよ、俺自己ベスト叩き出した。うるせえんだよ。お前の自己ベストなんて興味ねえんだよ。どうしたんだよ。悪い、とりあえず俺も部活行かねえか。あれ、最近後期見てないけど、あいつどうした？ケイ君知らないんだ、僕やめて。は？私もよく知らないけど、もう走りたくないって。どれも部活行く。うるせんだよ。お前こんなとこで何してんだよ。やめたってどういうことだよ。どういうことって？おめえがやりてえって言い始めたんじゃねえのかよ。なあ、コウキ。お前に何がわかるんだよ。お前に何がわかんだよ。必死に走っても走っても俺の前には常に誰かいる。この辛さお前にわかんのかよ。あいつの言う通りだよ。部活入って俺たちもう変わっただとか寒いんだよ。何も変わらない、何もしてこなかった。俺はゴミクズまんまだよ。お前それ以上言うな。
あそっか。お前は俺と違って才能あるもんな。言ってたよな、自分の前に誰かがいるって。最高じゃねえか。あ、つまり明確に超えたい存在が自分の前にいて、お前引っ張ってる。何が言ってんの。それが俺にとってお前で、お前にとって俺なんだ。ありがとう。気持ち悪い。ありがとうダー君。いいんだよ。気持ち悪いよ本当に。絶対母ちゃんに言ってくる。いけ。